で、今日は、豆の健康、それから健康機能性ということで、栄養性と機能性というお話をさせてもらいますけれども、ですね、まずは豆科の植物。植物学的に見て、豆科の植物ってどんなものがあるのかな。今ここに白クローバー出てきたんですけれども、実はこれ牧草なんですけれども、これは豆科の牧草なんですね。それから、これわかりますかね、街路樹でニセアカシア。札幌の街の中にもこういう並木があるんですけれども、実はこの木もマメ科なんですよ。そして、もちろん、小豆。これもマメ科ですね。で、マメ科の植物。植物学的に見たらどのぐらいあるか。ね、1000種類ぐらいなのか、100種類ぐらいなのか。いやいや、1万種類ぐらいなのか。ちょっと皆さんの印象を聞いてみたいと思います。100種類ぐらいだと思う人、ちょっと手を挙げてみてください。あまりいないですね。じゃあ、1000種類ぐらいだと思う人。やっぱ1000種類ぐらいはあるんじゃないかなっていう感じですね。いやいや、1万種類はあるんじゃないのっていう人は。少しいらっしゃいますね。ウェブで参加されている皆さんもどうでしょうね。実は、なんとマメ科の植物、1万7000種もあるんですよ。すごい多いです。ね、ただ先ほど言ったように、牧草だったり木だったり、いろんなものがあるんですけれども、その中で人間が食用に供しているもの、これ教科書に載っているものなんですけれども、大体70種類って言われています。人間が食用にできるものがね、70種類で、どういうものがあるか。一番ね、皆さん馴染みの深い大豆、豆科大豆属、英語ではソイビーンって言いますけれども、これが大豆属ですね。で、小豆はなんとささげ属、ささげと親戚です。英語でも小豆ビーンって言うんですよ。ね、英語も小豆です。インゲン豆。インゲン豆は英語ではキドニービーンとかコモンビーンって言います。キドニービーンっていうのは腎臓と形が似ているのでキドニーって言いますけれども、ちょっと丸っこいような豆も全部含めるとコモンビーンっていう方が多いですね。あと、よくピーって言いますけども、エンドウ豆。で、落花生はピーナッツ。ささげ、カウピー。緑豆、マングビーンとかグリーンビーン。で、そら豆、ブロードビーン。ひよこ豆、チックピー、レンズ豆、レンティルって言いますけれども、最近ね、輸入でひよこ豆って結構多く入ってきているので、皆さんも食べられたことあると思います。これですね。これ形がね、見るとここにくちばしみたいなのね、とんがりが出ているので、ひよこみたいでかわいい。で、チックピーって言いますけども、スペイン語ではガルバンゾって言いますよね。ガルバンゾとチックピー同じものです。じゃ、もう一つ、レンズ豆、レンティル。これ見ると、薄っぺらい、こう丸くなっていて、レンズに似てるなって思いません？っていう話をすると皆さん、レンズに似てるからレンズ豆なんだって多分思ったと思うんですけども、逆です。逆なんです。レンズ豆の方がはるかに昔、何千年も前から、千年以上前からありまして、レンズ豆に似たガラス製品をレンズと呼ぶようになったんですね。ですから、レンズ豆の方がはるかに古いです。で、こちらが日本で栽培されている豆類の分類っていうことになりますけども、先ほど言った豆科の下に、ささげ属。ささげ属の中には、小豆もささげも入ってます。で、小豆は大きさによって、普通の小豆とダイナモン小豆というふうに分かれています。あと、インゲン属の豆のこと、皆さん結構インゲンと呼んでしまうので、一緒になっちゃってるんですけども、実はインゲン豆と紅花インゲンって種が違います。インゲン豆って言われてる方は、金時豆であったり、白あんの原料にあるテボウ豆。あとは、煮豆の王様と言われるトラ豆。大きな大福豆。紅花インゲンの方は白花豆とか紫花豆って言って、もっと大きな煮豆に使われるやつです。で、北海道とか流通業者の方たちは、このインゲン属の豆のことをサイトウって呼びます。ナッパの何豆って書いてサイトウですね。で、さらに、つる性のインゲン属。トラ豆とか大福花豆。高級サイト。これね、3メーターぐらいの手だけを立てて、そこにつるを巻かせて栽培するんですね。そうすると非常に手間がかかって、もちろんコストもかかるし、販売するときの価格も高いっていうことで、高級サイトっていう呼び方をしています。あとはそうですね、大豆属、エンドウ属、そら豆、落花生。こういったものが日本全国で作られてますし、特に今日お話しする北海道の豆ということで言えば、小豆は北海道の、全国の94%が北海道産ですね。だから大豆に関しても今4割ぐらい、40%ぐらいが北海道で作られています。全国各地で作ってるんですけども、生産量ということではそういう感じですね。で、続いて、それでは次、こちらですね。いろいろある豆の花、ちょっと答えが一つに出ちゃいましたね。はい。
白い花、黄色い花、ピンクの花あります。豆ってね、もともと観賞用にも使われてました。皆さん知ってる中では、スイートピー。スイートピー観賞用の花ですよね。とっても綺麗です。で、白い花。これね、ちょっと答えが出ちゃったんで言うと大豆なんですよね。で、大豆は紫色の花もありますけれども、白い花多いです。じゃあ真ん中の大きな黄色い花。これ何でしょう？黄色い花。何かちょっと言ってみてください。どう？わかりません？はい。じゃあ答え出しましょう。小豆なんですよ。実は大豆よりもずっと大きいんですね。それと小豆の花は黄色しかないです。で、ピンクの花、これはインゲン豆で、インゲン豆はいろんな色あります。白もあれば紫もあればピンクもあります。ということで、大豆は白や薄紫。小豆は黄色のみ。インゲン豆は紫、ピンク、白など、非常にバラエティに富んでいます。じゃあ少し教科書的なお話です。大豆、進んじゃいましたね。大豆、原産地はここにありますように、中国東北部。昔満州と呼ばれていた地域ですね。ここが原産地です。ですので中国はやはり大豆いっぱい食べてます。国内では先ほど言ったように北海道が4割近く作ってます。で、大豆も食べ方いろいろありますよね。完熟した子実のことを大豆って呼びますけれども、未熟の緑色の時は枝豆と呼ばれますね。それから通常は黄大豆、ね、主皮色が黄色いんですけれども、主皮色が黒い黒大豆のことを黒豆、お正月に食べる黒豆。それから珍しいんですけれども、青大豆。種皮も緑色で、中が割っても緑色のものもあります。こういった青大豆はお菓子用ですね。ということで、一般的には煮豆用、それから豆腐用、小粒の納豆用などが中心になっています。で、成分的な特徴はやっぱりタンパク質が多い、ね。畑のお肉って呼ばれてますけども、タンパクが多いだけじゃなくて、アミノ酸の組成がとっても優れてます。お肉を取らなくても、大豆のタンパク質で人間の必要なタンパク質を合成できる必須アミノ酸というのが入っています。ですので昔、ね、日本ではお肉食べませんでしたよね。江戸時代とか、ね。それでも大豆を食べていることによってちゃんと人間の体は維持できていました。それは大豆のタンパクが優れている。量が多いだけではなくて必須アミノ酸のバランスがすごいということです。それから欧米ではほとんどが油用です。脂質が 20% 入っているので、油を絞ってサラダ油の原料になります。絞った後は全部家畜の餌に使われています。これは欧米の使い方ですね。で、中でもリン脂質、レシチンと呼ばれるものが 1.5% ありますので、乳化作用があります。それから炭水化物も意外とあって 30%、そのうちの半分ぐらいは食物繊維です。で、その他に諸糖、お砂糖の成分ですね。それからもう一つがオリゴ糖。お腹の中の腸内細菌を元気にしてくれます。なので、こういったものが入っているので、大豆っていうのは食べるとやっぱり健康にいいということがあります。で、大豆、先ほど言ったように原産地は中国なんですけれども、これ大豆の根っこです。なんか粒々見えますよね。この粒々は根粒菌っていう微生物、バクテリアです。土の中にいるんですけれども、これが共生します。共生っていうのは、共にエネルギーを分け与え合ってる。空気中の窒素を固定してアンモニアにします。ですので、ほとんど肥料を与えなくても大豆は育ちます。豆科の植物は痩せた土地で育つっていうのはこれなんですね。根粒菌っていう微生物が窒素をアンモニアに変えて植物の栄養素にしてくれます。ですので、非常にエコな作物です、ね。人間が人工的に肥料を与えなくてもちゃんと育つんですね。で、若い時に食べたのが枝豆。完熟してからは、いって粉砕したのがきな粉、煮たら煮豆、発芽させれば 大豆もやし、発酵させれば納豆や味噌醤油、豆乳を固めたのが豆腐、それを揚げれば厚揚げ、油揚げ、または湯葉という形のものが出てきています。で、この中で一番、消費が多いのが、はい、食用の大体 50% が豆腐ということで、お豆腐に使われる大豆が日本国内ではですね、一番多いです。で、それからもう一つですね、海外では油用が多いって言ったんですけども、食用自給率。大豆が日本国内でどんだけ賄われてるかっていうと、年によって変動ありますけども、2割から3割しかないんです。食料全体、日本ね、カロリーベースで今 38% って言われてます。それよりもまだ少ないんですよ、大豆。20から 30%。
大豆っていうのは我々食事にね、ここに出てきているように、日本食には切っても切れない、ね、調味料であったり、お味噌だったり、納豆だったり、お豆腐だったり。なのに自給率は2割から3割しかない。ちょっとね、これは悲しいことかなと思いますね。で、利用、まあ、先ほど言ったように、まあ、ご汁を、こしたものが豆乳。豆乳の残りはおからですけれども、まあ、それから、ちょっと先に進んじゃってますね。それから調製豆乳を作ったり、豆乳飲料。豆乳飲料っていうのはコーヒーを混ぜたり、フルーツ果汁を混ぜたりですね。それから湯葉。で、豆乳ににがり。天然のにがりっていうのは、塩化マグネシウム。それ、もしくは硫酸マグネシウム。それから酸で固める場合は GDL っていうものを入れて、絹ごし豆腐、木綿豆腐、重点豆腐。氷豆腐、油揚げなどを作りますけども、今実は重点豆腐が一番多いです。ね、絹ごし豆腐って言ってるものの大部分が今重点豆腐って言って、まあ、無菌包装しているので、非常にね、賞味期限が長く持てるというものがあります。あと発酵させた醤油、味噌、納豆、もやし、きな粉、いろんなもの使われてますけども、最近注目しているのが、こちらの大豆タンパク質なんですね。濃縮したり分離したり繊維状にしたりして大豆タンパク質をお肉の代わり代替肉って言いますけれどもベジタリアンだったりビーガンそういった人たちにもお肉の代わりに大豆をお肉状に加工したものを使って、食べてもらう、まあ、そういったものが非常に出てきています。あとはまあ油それから脱脂大豆は飼料これは家畜の餌ということになります。ここで少し北海道の大豆の特徴っていうのを見ていきたいんですけども、これ縦軸諸島顔料って書いてますけども、諸島っていうのはお砂糖の成分のことです。お砂糖を科学的に言うと諸島って言います。その成分が北海道の大豆は 9% 前後あるんですね。それに対して福豊か、これは福岡の豆腐用の大豆ですね。塩嶺、これは長野県の豆腐用の大豆です。だいたい 6% から 7%、2% 違います。2% の違いって数字だけ見ると2だから少ないかなと思うかもしれませんけどもこれ食べるとですね 2% 違うと誰が食べても甘みが違うな分かるぐらいです。だから 1% だと多分分からないと思うんですけども 2% 違えば確実に違う。糖分が高くて美味しいということが言えます。でなんで糖分高いの？もちろん品種の特徴もあるんですけれどももう一つはここにあるように糖熟期間の気温。糖熟期間っていうのは花が咲いてから実が熟すまでその間の、期間を糖熟期間って言います。この間の平均気温横軸です。そうすると初等顔料縦軸気温が低い方が高いんですね。逆に気温が高くなってくると初等顔料下がってくるということは涼しい地域で栽培した方が甘みは増すということになります。なので北海道はそういった条件でも非常に優れている。でもう一つ大豆で特筆すべきことはイソフラボン。イソフラボンって聞いたことあります？はい。イソフラボンって一番有名なのはこの女性用ホルモン。エストロゲンと形が構造が似ているので更年期障害だったり骨粗鬆症を予防してくれる。これ皆さんよく知ってます。もう一つ反対の作用もあるんですよ。エストロゲンレセプターというのが細胞の表面にあって、そこにエストロゲンがいっぱいくっつくと起きる病気。これが乳がんとか子宮がん。これを邪魔する。レセプターにくっつくのを、エストロゲンがくっつくのを、イソフラボンがくっついて邪魔することによって防いでくれる病気っていうのもあるんですね。ですからこの両方の効果があるんですね。足りなくなっている場合はたくさん取ればいいし、多く出すぎている場合は取ることによって、それを邪魔して防いでくれる。ただサプリメントってね、最近よくありますけれども、サプリメントで取る場合は上限値っていうのを定められています。ただし、サプリメントではなくて、日常大豆として食べる場合、または大豆加工品として食べる場合には、なんとですね、今、日本人全体の8割が足りない領域なんです、イソフラボン。昔は大豆製品ね、たくさん食べてたし、皆さんもね、以前は食べてたんじゃないかなと思うんですけれども、最近、食生活も変わってきたっていうのもありますけれども大豆を食べなくなっている、まあ、そういった時にはもしもっとね大豆を食べるっていうのはまず第一なんですけれどもじゃなかったらイソフラボンの高い品種を食べることによって補うことができるかなと思います。でこの図私が昔分析したデータなんですけれども北海道の大豆イソフラボンすごい高いです。
福建産の大豆、それからカナダ産、中国産と比べると、だいたい 1.5 倍ぐらい高くて、中でもこの赤い棒グラフ、ユキピリカっていう品種は、特異的にイソフラボンの高い品種。これあんまり生産量多くないので、なかなか手には入らないんですけれども、最近このユキピリカを使った加工品なんていうのも出てきています。このように、北海道の大豆っていうのは、糖分が高いだけじゃなくて、イソフラボンも高い。ということで、ちょっと大豆についておさらいをしますと、まず、タンパク含量が非常に多いということで、それだけではなくて必須アミノ酸、ね、人間が食べないと人間の体のタンパク質合成できないアミノ酸、このバランスが優れているので、畑のお肉と呼ばれているということになります。あと、今日はね、時間の関係で説明してないですけれども、食物繊維も 100g 中に 21.5g も入っています。カリウム 1900mg、カルシウムも 180mg、これはですね、牛乳以上に多いんですね。このぐらい優れている。あと、豊富なビタミン類、特にビタミン B1 が、豚のバラ肉以上に入っています。それから、老化防止ビタミンと言われているビタミン E、これも非常に多いんですね。あと、血液の凝固に関わるビタミン K、18マイクログラム、数字は低いんですけれども、他の食品と比べると多いです。でも、もっとすごいのが納豆、600マイクログラムって、大豆の30倍になるんですよ。30倍。これは納豆菌が生産するビタミン K2 っていう成分ですね。ナノキノンっていう物質名なんですけども、これができることによって、なんと30倍に納豆にすると増えるというのがあります。あとはいろいろな機能性成分があるんですけども、なんといってもイソフラボン。北海道産大豆でいうと200から400ミリグラム入っているというのは、これはやっぱりね、世界的に見ても、もうトップレベルということが言えます。